ご指示は、はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。土屋子ちゃんと誕生日が同じサカポンです。いやーですね、ですね、今日ね、ミリスタの方フェスがありまして、ミリスタの方でで、今日からね、ミリスタの方では無料10連始まってて、私今日も弾いて、今日弾いてね、その結果の動画先ほど上げましたけども、今日上げてるんですけど、まあそちら見てくれた人いますかね。まあ見事、まあ気になる方はちょっとそちらの動画を見てください。それでね、ちょっとお知らせ今日見ていこうと思うんですけど、実はね、27日より3つのね、お正月限定のガシャの復刻が来てるんですよ。来るらしいんですよね。でもね、ちょっと思ったんだけどね、今月のね、ガシャもそうなんだけど、いつもだったらこのガシャの更新日って言ったら、本来は工場の追加のガシャが来るはずだったんだけど、なんかずれ、期間限定で来てるじゃないですか、最近、今。ひょっとしたらガシャのね、あれ、サイクルが、ちょっと、運営さんの方で変わったのかな、変えられたのかなっていう感じなんですよ。だからね、今月末、多分フェスだと思ってたんだけど、フェスじゃないんです。可能性もあるんですよね。まあ、だからね、今月はちょっとね、わからない。フェス来るかどうかっていうのが私の感想です。まあ、ということでね、今日はね、クリスマスイブ、12月25日なんでね、聖なる夜にどうなるでしょうか、60ガシャ。それでは本日も60ガシャで、じゃあ、弾きますね。では、行きます。まあね。はい、予想通りの白でした。おう。本日の60ガシャは原田美代さんでした。はい。てなわけで、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできますので、もしよろしければそちらもご覧ください。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。